まあ、このことはやっぱりこう僕ら自身もやっぱ忘れてはいけないことだと思いますし、まあ、僕らも本当地域の皆さんに支えられて、まあ、成り立っている、まあ、クラブだと思うので、ぜひそういう方たちにこう恩返しじゃないですけど、まあ、少しでもこう力になればいいかなと思ってます。ちょうど1年ということで、まあ、やはりそこには何か意味があるのかなっていう思いもありますし、まあ、もう一度その、まあ、その日のことをやっぱり思い出すっていうのは結構辛いことだと思うんですけど、まあ、サッカーの力で少しでもこう、まあ、違った気持ちというか、元気になってもらえるように、まあ、貢献していければいいかなと思ってます。見てる方がこう、まあ、感動するようなというか、こう励ませれるような、そういったこうひたむきな姿勢をこうチームには期待したいなと思ってます。はい。